ああついにプラスです組み合わせ2つのランダムなルールがくる 5×5 を10個かえー、復習ですねどの地雷マスにも横方向に隣接する地雷マスがある 2つの数字のうち1つは色つきます1つは色なしますを表している地雷の配置に関する2つのルールそりゃそうなんだけど個数のルールと配置のルールああ、ごめんエスケープ押しちゃったえっと10問どっちかが0でどっちかが1 ここに地雷があるってことはありえないわけだね。これが0、1を引きずっているので、これもこの0、1を引きずっているはずなので、ここにはない。0、2。どっちも2は入りうるけど。入りうるけど、もう片方が0なんだよね。<laughs> これ、この色の薄い方が0だったとしたら、ルール的にもう不成立だよね。で、こっちが0。で、ここにもなくて、今ここにあってこうなる。この2も決まってて、には入んなくて、3、1、0、0。残りが 3? じゃあ、 残りが 3? じゃあお次だえー、ルール変わりました上下左右につながる地雷グループはそれぞれ長方形になるやつそして黒は斜めで隣接するそして数字は <laughs> 自分の上のマスの3かげ3の地雷のことを表している 地雷の数字がずれていてかつ地雷は長方形で全部一つ上がり。そして何がわかるのとこの2はこの空間のことを指しているがここに2個っていう置き方はありえないよねっていうことぐらいは言えた。 ここれさ、この2つののつルルールの凶悪さはすごいな。前回はこの5があった時にこの周囲で長方形を作るためにはこの形は作れないみたいなのがあったんだけど今回はこのマスで5をやれって言ってるからここにこの 2×2 みたいなほ本来のルールでは出てこなかったような塊が作れちゃうんだよね怖いっていうか組み合わさって組み合わさって ポテンシャルがもっと発揮されるルールなんだね。ズレって強いのかも。<laughs> 数字の周囲8マスだけの世界から3、3×3 の9個のマスの世界に、まあ、ちょっと違うんだけど、2×3 が存在するマスの世界に飛び込むことができるから、それまでの相方になるルールの解釈方法がらっと変わるね。 何もわからないんですけどこの空間に5個あるそうですかこの空間に3個ある <laughs> そうですかあれこれ普通のマインスイーパーでまず進めらんないの <laughs> この空間には2個ある ここに5個ある。ここには高かになので、ここには3個ある。けど、しかも、長方形を維持しないといけない。このマっのぐについてはどういう感じのこれ2のエリアなんだけど。ん ?1 点目がわからない。 けど、この空間で5を作って長方形ルールを満たしている形状ってどのぐらいありえるんだろう意外と意外とないのかもなもしもこういう入り方をする長方形がいた場合ここは入れないんだからこうなるんだよねそうするとこれで2が終わっちゃって3も終わって でなくて3がここに来るかここに来るか分かんないよっつっててでもうんこんなとこですかこんなルールになるというのがここにもしも5の長方形がここに 2×2 っていうのができた場合の世界でこの空間で5が作れる他の形は何通りかあと2通りぐらいある いや、もっとある。長さ3と1と1っていう形が2個作れるけど、それ以外はあるな。こことこことここみたいな形もあり得るのかまだあるん今のやつやってみようか。ここと、ここと、あ、何言ってたっけこう、こう、こうっていう入り方をするやつ。 これは可能か2はこうなって3がこの空間だからここに1個だけたんきついねってことで黄色は無理でしたじゃあ縦に3個とあっでももうどっちにせよ決まるかどっちにせよ 3と1と1、3と1と1みたいなのが、ここは、許された。で、ここは、えーっと、俺今なんだよ数字マス。あ、ちゃ、ちゃ、ちゃ、地雷を置こうとしたんです。クリックを間違えました。これは決まる。 た三通りなんですよ八角がこうこうなるやつこうなるやつ とこうなるやつ。 3って無理じゃないこの赤色のルート赤色はないな赤色はありえない黄色のルートだと三やはり3が破綻するのか黄色ルートでも3は無理だった結局青が唯一の答えなんでそうなるあれ 5をこうやって配置することができるのか ?12345 あマジあっそうあれすさまじく難しいんですけどこれなんだろううん抜けがあったかうん残念悔しいねさっきのだから俺の青かつ青もしくは まだある ?5 の形。わかんなくなっちゃった。今の形はでもあり得るよっていう未来の一つらしいんだよな。これで5。 これが縦に2になってるけどここが縦じゃないケースもあり得るもんねもう行ったところでこれぐらいしかわかんない感じがするあれのほぼノーヒントじゃんこれでもう片方がさっきのこっちで こ,こは決まるんだ3はこの空間に3個青か赤どっちかがそれを満たすはずでどっちも満たしているのでここにはないこの空間に4だけども分かんなくなってきたな 青がどっちでもかどっちでもここあ青は分かんないかもな。あああ12ここにあと2個あここにあと2個入れるんだけど長方形ルールがあるからこういう入れ方しかできない。 ルートの先でも想像するか赤ルートの先がここが2個 2×3 になるか 2×2 でいくかが余分形はあるけど 2×3 になった場合これ赤の延長ね赤の延長でこうなった場合 ってなって地雷数残り6あと1個だけ地雷が置けるここしかないこれが赤の 2×3 ルートじゃあ赤の 2×2 ルートだったら んんなもん確定する情報なん全然ないんだけど。 全部互い違いに入りたがっている全ての数字で矛盾がない青ルートと赤白ルートで爆弾の総数あたりからなんか変なやついるのかな赤白ルートは今爆弾が4個あって 残り2個置けるけど1つはここでまうんだからここには置けないのか赤ルートだったらここはこうなる青ルートでもこうなるかっていうのが見れたら勝手 入れられらるんだけど青ルートは今3個置いてるから残り3個置ける残り3個置ける上でここに爆弾があって破綻する道はあるのかあるなあこの2からここに爆弾が絶対置けない要はもう,言,う言えるんだルート分岐関係なく2であと1個しか置けなくて長方形がどっかに接するというのがここは不可能であるああそれだった強いあ強い 強い。強くない。強い。ということで、これが長方形になりません。これどっちルートでしょうか。赤ルートは破綻した。青ルートで行くことになったらしい。 と残り地雷数2個がここに2個だからで2個をここに置く方法はこことここしかないねあうんなんか <laughs> 場合分けして果ての果場合分けをするっていう方法が万能ではないことが分かっちゃったな場合分けをしても根本的なこのルールの本質に気づいてないと ここがこうなるっていうところまでたどり着けないんだよなこの辺で探索打ち止めにしちゃうと絶対ここ来れない深いねはい。ルートと水平まずルートのルート2っていうのは何なんだ1とルート2 とりあえずここは無理だし。1とルートにうん。同じ側に爆弾があるよってことしか言ってないね。こいつから見て、1とルートにはここで完結しちゃうから、こいつの1もここで取ってるので、ここには来なくて。うん。まあ、こうかこうとどっちかであるということが、なんとなく見えてて、 2は1かける2もしくはだけどうんここに必ず存在しているので1かける二の線はなくてルート二とルート二であるっぽいそうすると距離1にはいないこれはルート二が取れないので1と2であるだから ここに2人いるかこここに2人いるかでこれが完結しているでこれうんうんとそう今あのおこういう組み合わせかなと思ったけどここはどっちもいてもいいなと思ってたらまさにそれだった。 1>, 1って書いてあるのにこ,こんなにいるんだよなここはい2ルート22ルート2はここなんだけどここにいないので2とルート2でしょうここはあるからここは分からない でもこれは1です。うん。このルート君はなんか難しそうな見た目はしてるんだけど、実際やってみると、結構制限が強すぎるっていうタイプなんだよな。ジェライマスは全て4つで1つのグループ。あの、テトリミノーか。テトロミノ。 そして2つの数字のうちああはいはいはいこのルール嫌い嫌いですここはどちらも1しかないのでここに3のうちの2があるでしょうえっ、ー、と今 ここに1個あるって言ったんだからこうなってこいつがここに1個あるって言ってんだからここにはなくてここに1個あってここに1個あるって言っててこれさ <laughs> ここにテトリス1個ここにテトリス1個で終わりなんだな。 どんな形でしょうかつって、るね。ここにどっちかにあるよつってんでしょ <laughs> これ、シンメトリーなのがやばいんだけど。<laughs> そんなことあんのここにいたとしたら、こうやってなるだろうテトリスのルールで。そうそう、これ満たした、これ o でこれ OK で22だからこのどっちかにいるよって言ってるのがやはりわからんと言っているがここは入らないみたいなことが言えてそうかこれもここは入らないこの両端にテトリスがそうだねそもそもそうじゃんここに存在したテトリスがここに来るまで5まス必要なんだからこの両端には来ないよはいそれだね対称性の破綻そしてえ逆だったことが判明 こうなってこれが届かないのはこここいつはここは絶対塗らないといかんよねえっ、ー、とここには1個しかないよつがここに1個あるっつってんだからこうなってえかける5だとね 5×5 だとこのテトリスルールはあんま面白くないから、しゃあない。色付きますに、ああ、俺の苦手なやつだ。色付きますに地雷があるなら、これ色付きますってどっちのこと言ってんだっけ濃い方 色つきますって薄い方色ついてるのは薄い方か薄い方に地雷がある場合上下左右に1個しかない数字は周りにある8マスに埋まっている地雷数を3で割った余りを表す。 これは2です。色付きますに地雷があるならここにあるのでここはない。これは1です。これは0か3です。が3は作れるんですか作れますね。1ですがここに塗るとここも塗らないといけないためここは塗れない。 ここに1個なんで、ここに1個で、色付きますに、これを見たので、こうなる。色と花畑のルール、ここにもなんかあったはずだな。色なしますがあるますに対して2箇所確定したら、ここは旗が入らないっていうのがあったんだ。えー、4か7なんですけど、 うわ7が一応不可能ではないと言ってらっしゃるこれ3決まった一応3入ったけど追加の3入るかもしれない こいつはあと一つなんだが、色付きますがこれを見たのでここは入らない。お、これは3です。で、これもここの3を引っ張ってて、それ以上いかないんだからこうなる。これは1ですよね。これは2か5なんですけど、 5はないので、これは2なんです。これが2なら、これは、ああ、これはもう3だな。ああ、4だな。4なので、ここに1個入って、ここに1個入るだから、ここに入って、なんでそうなる <laughs> このルールは、えああ、なんでああ、これとこれが共有するパターン抜けた。どうしますカット。 今一つこんひとつこれはあーこことここでも終わってたのかあだからもうえ決まってんだよね うん、ここには入らないで312あとは色つああとは地雷数が2個でここに地雷があったら破綻するのでこうオーヘクト とりあえず5個解きました10ステージ遅れだからあでも次回はこっちやってもいいねと思ったんだけどギャラリー 5×5 見た方がいいのかなと思うと 5×5 を続くことになってしまうかなちょっと待って 6×6 をやるとギャラリー 6×6 ギャラリーはこれの全バリエーション遊べる場所だもんねあーなんか 面白いのっていう意味で 6×6 を次回やってみようか。5×5 でポテンシャルが出てこないやつがまだ見れるかもしれない。次回はプラスの 6×6 を5問やってみましょう。